皆さんこんにちは、 JCAM です。新型 BRZ 発売されましたね。スバルディーラーで確認して試乗してきました。実は私、スポーツカーは購入したいと思ったことは一度もないんですよね。だったらなんで試乗したんだとツッコミが入りそうですが、ちゃんと理由があります。今回はその理由を含めて BRZ の紹介と私の感想を伝えていけたらと思っています。2021年7月29日、新型 BRZ が予約受注を開始しました。スバルとトヨタが共同開発した初代モデルと同様に、今回の2代目もトヨタとの共同開発です。標準グレードの R はマニュアル車が308万円、オートマが324万円と16万5千円高くなっています。上級グレードの S は326万円からとなっています。スポーツカーを購入する人が気にするかは分かりませんが、注意点があります。スバルで有名なアイサイトはオートマ車しか搭載されていません。オートマ車が16万5千円高い理由はこれもあると思います。上級グレードの S と標準グレードの R の違いは18インチハイパフォーマンスタイヤの装備。室内空間を見てみると S グレードと R グレードでウルトラスエード、本革シート、シートヒーターの装備に違いがあります。そしてオーディオのスピーカーが6個から8個に増えています。ホームページを見ているとインテリアデザインはやはりスポーツカーだけあってかっこいいですよね。スポーツカーといえば走りとデザインのかっこよさですよね。ホームページを見るとデザインのかっこよさを確認できる写真がいくつもあります。これらの写真かっこよくないですか？ちょっと気になりますよね。スポーツカーに興味がない私が試乗しようと思った理由の一つ目がこのデザインがかっこいいなと思ったからです。本当にかっこいい車なのか、実物を見ないで判断はできないなと思いました。ここからは私がかっこいいなと思った写真の数々を少し紹介したいと思います。スポーツカーって感じだね。スポーツカーにあまり興味がない私が試乗しようと思った2番目の理由が、空力性能へのスバルのこだわりを見てみたいと思ったからです。空力性能を考えて細部にこだわったスバルの真髄に触れてみたいと思いました。こんなところは誰も気づかないと思いますが、スバルにとってはこのような細部の作り込みの積み重ねによってBRZ の走りを実現しているのだと思います。そのように考えると、フロントエアアウトレットを含め空力性能についてちょっと知りたいなと思いませんか？私はエンジニアなので、このような動画や空力性能についての紹介を見るとワクワクしてしまいます。
まいちゃんどう正面から。かっこいいね。かっこいいよね。確かに。ホイールが黒いのはかっこいい。やっぱスポーツカーって感じ。このルーティーはこれ。ハンドルか。いやすごい。よかった、かっこいい。このこれいいよね、この感じと。うん、このスウェード、このスウェードのところもかっこよかったね。この水平な感じがすごい見やすい。ホームページ上の紹介動画でもこのインストルメントパネルの水平感を出すのに苦労したっていう話が載っていました。従来型と比較して新型はかなりすっきりした印象のインテリアになっています。ここもかっこいいよね、色がね。すごい、さっき苦労した。これも結構しっかり、ね、ホームページ上でも質感に配慮していること、そして運転に集中できるインテリアにしていると紹介されていました。結構ここの間広いよね、うん、あ今この後ろまで、あこんな感じか、うん、ね、広いよね、うんうん、後ろもね、まあ、うん、後ろまで下げたらもうなくなるんだね。でも前にちょっと やってみて、まえちゃんがいいと思うところ、あそこぐらい、足がついてる。ああなるほどね。これぐらいで後ろはこんなもんか。BRZ は視認性や機能性を追求するモデルなようです。前より前2リッターじゃなかったじゃないですか、2.4リッターなってやっぱりなんか今まで乗ってたお客さんとか、はい、反応どうなの、前よりまた違うって言ってます。うん、やっぱりあれですね、低速のトルクは確実に増してますので、やっぱり扱いやすくなったっていうのは言っていただいてますし、あとまあピークパワーも実際こうきっちり上まで回していただいたりすると、はい、従来のものよりはやっぱりパンチがあるっていうのは言っていただいてますので、あ、はい、何よりやっぱり街乗りなんかはやっぱりトルクアップしてるからすごくしやすくはなりましたね。ホームページの動画の中でエンジン開発者のメンバーが言っていました。環境状況を考えると 2.4 リッターのエンジンでボクサー NA エンジンとしての集大成、エンジン開発の最後になるから心して楽しもうとみんなで取り組んだようです。これを見てしまったら試乗しないわけにはいきませんよね。ここ水平になってるんで見やすいですね。そうですね、以前のものはちょっとここが盛り上がってました、ね、今回のそういった点は見やすくなってますね。なさそうですね、やっぱりシンプルなポジションは、ね、前があったんで、もしかしたらなんかモードのなんか設定でできるのかなと思ってちょっと読んでるんですけど、ちょっとなさそうですね。ガツガツなっちゃうけど、俺の運転があれのせいで、本当に以前のものに比べたら
どうでしたでしょうか。 BRZ 良かったですよね。最後のボクサー NA エンジンを楽しむことができました。ありがとうございました。私はフォレスターの動画や在宅勤務環境の動画、ガジェット動画やキャンプの動画を紹介しています。気に入ってくれればチャンネル登録をよろしくお願いします。